現内峠は、滋賀県大津市に位置する峠である。大津市上田上柴原町と、同市瀬戸南大岡山町を結ぶ峠であり、標高は170メートル。峠付近に、製鉄所の遺構が発見されている。舗装がされていない峠で、現在では通行する人も、ほとんどいなくなったが、昭和初期までは、地元の農業従事者が農作物や木材を、 担ぎながら通行したとされる。地元住民らで組織される、現内峠遺跡復元委員会によって、倒木や雑草の除去、土俵の設置が行われている。現内峠遺跡に復元された、陽光路現内峠遺跡とは1977年に発掘された、白宝器の製鉄路の遺構である。この遺跡は、地元の小学生が地表の鉄紙を見つけたことをきっかけに発掘された。 4度の調査を経て2001年に発掘調査報告書が取りまとめられている。また2006年には瀬田丘陵生産遺産群として国史跡に登録された。発掘調査では7世紀後半頃と推定される4基の製鉄路が発見された。いずれも長さ2.5メートル、幅30センチメートル前後、高さは1メートル余り、25から50年間、 継続的に稼働してきたのと推定される。当時の製鉄路としては国内最大規模である。また、残っている鉄子の量からも創業規模も大規模であったとみられる。このことから、この製鉄路は旧都の造営を支えてきたと評価される。現内峠遺跡復元委員会によって2007年に復元されている。なお、現内峠遺跡から北東に、 約2 5トルにある立命館大学琵琶湖、草津キャンパスには同じく製鉄所の遺構である木工原遺跡がある。AB、角川日本地名大辞典編纂委員会。角川日本地名大辞典25滋賀県。角川書店。P304AB、古代香る現内峠散策を。京都新聞。京都新聞社。ABCDEF。 新大見名所図い、第23回現内芸遺跡から蘇った古代の製鉄遺跡マイナス。滋賀県文化財保護協会。2019年6月15日閲覧。ABCDE 竹内義春。古代の都支えた古藩の製鉄路古きを歩けば、現内、芸遺跡。日経スタイル、日経新聞社。 https://style.nickey.com スラッシュアーティクルスラッシュ dgxnashc0501hv00c13a300 万2019年6月15日閲覧ありがとうございます